はい、こんにちは、ファンネルです。では、ホライゾンゼロドーン続きからやっていきたいと思います。まずはですね、義勇団の団長だけがいなくなっちゃってるので、それを探そうっていう、メインクエストですね。これやっていきましょう。まあレベル順に見たらこれが先かなと思ったんで、これからで、その後まあ門のところにいる人、マレアっていうのを探しに行きます。じゃあマップを確認して、だいぶ遠いんだよね。まあ、雑魚的ガン無視していこうかなと思っております。雪だ。ここはこれ以上暖かくはならないな。ならないので、私スキルで、ちょっと待ってね、乗り物を乗りながらアイテム収集ができるようになるっつうのを確か取ったので、これか。乗り物に乗りながら資源を集め、倒れた敵を調べることができると。こういうのいけんのかな。まあこんなのスキル使わずにやれるようになってて欲しかったんだけど、しまった、降りちゃった。しまってね。そっか、三角ボタンが降りるだから、下手にやると降りちゃうんだ。ちょっと待ってね。集めて。多分ストライダーに乗ってたら、それなりの敵は負けるんじゃないかな、走ってるだけで。素材いっぱいあるね。ありがたい。もうちょっと走ってもらって。バツをちょい押しして連続で押せばダッシュするんだ。ごめんね、どいて。一応体当たりもできるんだ。スキルで、なんだっけ、この乗り物になった、獣を修理するっていうのもあったんですけど、まだ取れてないので。迫真の BGM になってますけど、まあやっぱでもストライダー乗ってると早いね。ちょっとここの辺に回復アイテムがありそう。この赤いの、そうじゃねえ、あでもマックスかも、回復は。さあ行きましょう行きましょう。まあ素材集めとかはね、動画外でやっちゃおうかなって思ってるんで、とりあえずは、あこれサブだ、サブクエだ。ちょっと待ってね、降りる。ちょっと待ってね、どうしたどうした、話してみるよ。この先危ないぞ。知ってるよ。お前もな、流れ者。ここは野良の地だ。ああ分かってる。踏み入れば苦しんで死ぬっていう話だろ。苦しんで死ぬとは面白いな。見ろ、こいつは苦しんでさえいない。そうなの。誰だ。奴隷商人、盗っ人に殺し屋、真の殺し屋の名を汚すものだよ。山賊が待ち伏せているかもって、バールが。おお、そりゃよくないな。こちらから行かねばならん。大抵奴らは野営地を探し出し、腐った肉のように座る。ただし、誰かが何とかすれば。気に入った。廃墟の反対側の煙が出てる方へ行け。そこで会おう。こいつらなんなん。こいつらなんなん。あ、死体だ。あ、死んでんのか、こいつら。あ、これ盗賊をこの人が倒したのか、強いんだなきっと。ごめんね、下あさりしてます。ストライダー、フォーカスが信号を拾ってるみたいだ。スキャンをしてみよう。スキャン、何ですか。この人じゃないね。ミール、あ、あれだ、なんだろう。あー、あれは特徴的な機械獣だね。あのなんか背高いやつ。この信号、誰が送ってる。え、違うとこだった、もしかして。クエストメニュー、トールネック追加。まあいいでしょう。この辺ウォッチャーはいないのかな。私追われちゃうのかな、これ。山頂に、ノラの村。山頂に、危ね、落ちる。よいしょ。これ乗ってる、なんで気づかねえんだこいつ。ちょっと待ってね、えい、当たらねえ。ちょっと待ってね、よっ、よし、やった。ストライダーすごいな、登れるんだこういうとこ。とりあえず行きますよ。ここか。あ、機械は中に入れないって。ごめんね、待ってて。どうせソートゥースかなんかだろ。ちょっと待ってね、スキャン、痕跡がある。機械が山ほど全て操られている。あ、
操られてたのか。でも損傷してるって。団長が何かを残したかもしれない。調べてみよう。突進しながら下っていった。突進しながら下っていった。このでっかいのはコラプターを倒したのか。すごいね。コラプターって前回の最後に戦ったあの暴れるやつ。他の機械に汚れを撒いた。コラプターっていうのがだから元凶になっちゃったんでね、周りを暴走させる。で現場は調べたぞ。あ、誰かいる。ドラン、どうした。団長はどこ行った。話す、いない。龍兵、はい、聞いてくれ。聞くよ。遺体と負傷者は片付けた。他に義勇兵か治療士は。私だけ怪我を。何があった。知らないのか。ありゃ狂気の沙汰だ。俺は団長に報告を頼まれた。これじゃ俺は役立たずだ。襲撃者見つけたの。団長は襲撃者を追ったとバールが言っていた。見つけたのか。奴らの後を追ったが、何度も何度も奴らのマガツキに攻撃されたんだよ。怪我をした俺を見て団長が、戻ってみんなにまだ諦めてはいないと伝えろと言ったんだ。で、どこ行ったの。バールがソナを探している。どこにいるかわかるか。知ってるのは別れたとこまで。悪魔の渇きの南東にある鉄の塔の近くだ。高台の裏にある大きな石を探せ。俺は戻ってバールたちに事と次第を報告する。大いなる母よ力を。いいか、気をつけろよ。お前もな。さあ、じゃあ行きますよ。こっからは、あ、またあれか、ちょ、マップ確認。また変な道になったな。焚き火あったらこれつけといた方がいいんだね。で、これが変な信号の機械だね。トールネック、トールネックっていう名前もう出てたけどいいのかな。ストライダーに乗りまーす。走っていこうぜ。もっとスピード出んのかなこれ。スピード出るとすげえ操りにくい。悪魔の渇き。いや、これ誰だ。待ってね。ブレイザー。あー、ソートゥースもいる。待って、危ない危ない危ない。やばいやばいやばい。逃げよう。めっちゃ速いでしょ、ソートゥース多分。ジグザグに走って逃げよう。しまったね、マップ確認させて。あー、しまった。焚き火すぎたけど、なぜかあのチェックした扱いになってるからいいだろう。いけ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 。トールネック、ロストが言ってた通りの姿。いた、ロストネック。いた。信号は頭から出ているんだ。ハイライト。トールネックの背中に飛び乗るって書いてある。背中に飛び乗るって、あ、ちょっと待って、え、やべ、いっぱい来ちゃって。やめろやめろ。まあいいや、それは後でやります。これは別にメインクエストじゃないはずなんで。さあ、隠れたいところだけど、お、目的地はここなのかい。あ、高台ね。オッケーオッケー。ちょっと待ってて、ストライダー。敵は巻いたみたい。雨が降ってんね。待ってね、完全回復薬になってたな今。またアイテムスロットが。で、上に行きまして、イノシシ君がいて。団長はここで止まった。次は一体どこへ。はい、スキャンですね。スキャンして痕跡がありますね。ここで休憩を取ったのか。なんかある。え、なんだこれ。弓を調べる。なんで弓を置いてくの。あの弓は使い古されてるの。好き好んで置いていくわけがない。かなりの被害が出たのか。トールネックが何かやったか。最近のもの、剥いだばかりだ。そうだね。そなたちはそう遠くはないはず。これウサギかな。焚き火を調べる。奇襲を受けた後だ。苦労したに違いない。ちげえねえ、ちげえねえし。こっちもチェックか。あれ違うな。まだあんのか。ちょっと待ってね、ごめんね。傷の手当てか。手当てか。怪我
をしたのは伝令だけじゃなかった。でこっちは？で矢の部品。義勇団はここで武器を作った。痕跡をたどる。たどります。歩いていくしかないのかな。ストライダーちゃんは置いてくか。ちょっと待ってね、来るかな、ストライダーちゃん。来たとてだよな。ちょっと待ってね、あいつを狩る。よっ。靴と血だ。よし。ソナと義勇団はあの尾根に向かったみたいだ。ストライダーちゃんって登れんのかな、これ。無理か。待っててもらうしかねえんだな。よいしょ。それか呼べば上に勝手に来たりしてね。アーロイ乗せてる状態だと無理だけどみたいな。お、なかなかの場所。飛べ飛べ飛べ。よし、オッケー。炎のベローバック。なんか新しい機械獣が出てきそうな感じですね。飛ぶ。危ない。団長に会えるかな。なんか思ったよりさ、ダッシュジャンプすると飛距離が伸びねえんだけど。ソウトゥースの残骸。残骸？ソナが倒したのか。どこ？なら近くにいる。ちょっと待ってね。ソウトゥースの残骸、あれか。よし。でもアイテム回収してなくね？もったいないといえばもったいないけど。何か使えるものはないですか？あ、なんか来たぞ。見られてる見られてる。ソートゥースもオーバーライドしたいよね。撃つぞ。お、でも違う人が撃ってくれた。なぜアーロイは撃たない。これだな、団長は。羽飾る飾りといいね、なんか。私がいて運が良かった。一秒遅ければお前はあのソートゥースにやられていただろう。あと 0.5 秒あれば自分で倒してた。あなたが団長ソナ？バールが探してた。門は無事か？守った。勇敢に自分の手でマガツキを倒してた。心配してたよ。部族に必要なのは強さ、干渉ではない。試練を襲った者どもを追っていた。必ずや報復する。お前は？もちろんそのつもり。証明しろ。手を貸してもらおうか。ついてこい。もう人手が足りねえんだろうな、やられすぎて。さあ、じゃあソナの後を追います。奴らは尾根の向こうにある呪われし大地を掘っている。あの地には古の者たちの罪が埋められている。コラプターというか。コラプターね。一度倒した。母の眼差しで。弓。嘘じゃないよ。弓作るのは後でいいか。いや、ちょっと作っとくか。待ってね。アイテム作成。オッケー。よいしょ。イノシシイ。イノシシイ。ちょっと待って、ね。よいしょ。よいしょ。OK。動物の歯のお守りっていうのをゲットしたな。まあ、肉をいっぱい取っとくと回復薬が作れたりするんでね。なるべく動物は、狩れるなら狩っていきたいが。あ、なんか宝箱あるな。まあこれで準備しろってか。義勇兵を下の森に隠れさせておいた。合図を出せば攻撃する。はずでは敵と悪魔どもが勝ってはいる。我らにはこの煮えたぎる怒りがある。怒りがある。それだけじゃないさ。なんだと。あのブレイズだ。あいつらはあれを爆破に使ってる。ここを掘り起こすために。ということはあれに火をつければ。ドカンドカン。早速始めよう。ちょっと待て。急ぐことはない。近づく時間が必要なんだ。もし気づかれたら始めてくれ。わかった。お手並み拝見といこう。まあ私は近づけばいいのか。いいんじゃ。ちょっと待ってね。箱を調べてゲットして、
カルト教団とマガツキをすべて倒すブレイズの容器を破壊する2位。ちょっと待ってね、こっから行ったらバレるよね多分。バレねえのかな、あいつ敵でしょ。ハイライトしとこう。ちょっと待ってね、えい、多分降りて、待ってね、危ないね。敵はステルスキルあるよね。えい、やべ、遠いのにバレそう。なんだ、気づかれた。う、待って、ね、頼む、やってくれ失敗したわ。よいしょよいしょ、ちょっと待ってね、よいしょ。ごめんなさいね、なんかあのコントローラーたまにおかしくなってヘッドセットは接続解除とか出るんで。よいしょ、マガツキ倒したかい。待って、なんか来そう。えだだだだだだだ、めっちゃ暗い。回復、回復した。あ、違う、これ回復じゃない。また回復薬にスロットを割り当てて、うっ、危ねえ。よいしょ、避けて、よし。まあ私のなんだっけ、さっきのプレイヤーネームはあんま気にしないでくださいね。うわ、毒かこれ。うん、危ない。ゲットして、じゃあ火矢使ってみっか。火矢使って、ちょっと待ってね、ちょっとお前どけ。よし、ナイス爆発。あっちも ありますね。よし、いいぞ。もう一丁行きたいが、ブレイズはあとあっちか。でもあっちはやる必要はねえか。おお、危ねえ。で火矢を解除しまして叩く。よいしょ、よいしょ、 OK。 回復薬持ってんだろ。回復薬は持ってなかった。あ、もうだいぶやったのか。さあ回収できるものを回収していきましょう。回収回収。荷車はないだろう。ないね、持てないと。じゃあその後話していきますの前に、お、レアも持ってるかな。あら、よいしょ。さあ話しましょう。いいや、まだいるはず。奇襲の時に数えたが、もっといた。何？いざとなったら薄汚い奴らの影を槍の裾まで追ってやるさ。必ず。怪我して血も出てる。私の体のことなどどうでもいい。誰もあなたの決意は疑わない。でも休まないと。彼女の言う通りだ。その傷を癒さないと。バール、ここで何をしている。命がけで門を守れとお前に言ったはずだ。ああ、守ってたさ。戻った伝令からアーロイに会ったこととこの場所のことを聞かされるまでは。門のことは心配いらない。俺はここにいる。一緒に復讐を果たす。それもダメなのか。ああ、私は周りを見回ってくるよ。他の襲撃者がどこにいるかわかるかも。好きにしろ、みんなそうしてる。みんなそうしてる。母さん、母さん。あ、バールのようなものの母さんだったんだ、ソナが。まあ、そりゃ強そうなわけだね。で、私は発掘現場を調べると、いろいろアイテムあります。回収していきます。すいません、またなんか出てますね、左上。ごめんなさいね。なんかね、ヘッドセットがとか別につけてないんだけど、やたら出るんですよ、この表示が。最近ちょっと故障の前兆なのかわかんないけどね、怖いねコントローラーに、まあもしかしたら私がなんだっけ、背面タッチパッドっていうんだっけ、違う、背面ボタン取り付けてるから、その誤作動かもしれないし、 USB 接続した状態だからかもしれないし、ちょっとそれはわかりませんが、ご了承ください。で、まあ、NPC プレイヤーって出てるのは私が自分でニックネームじゃないけどつけてるやつなんで。フォーカスなら何か見えるのか。あ、フォーカス使えってね。ちょっと待ってね。お、なんかあるぞ。ハイライト。ブレイズの後をたどる。こっちか。ブレイズっつうのが悪いやつだっけ。どこに行って
たんだ。あ、なんだ、ここか。なんかあるぞ。チェック。副隊長、この1ヶ月ブレイズの爆発事故で大勢が命を失った。ここ鉄の広場では予防措置として全ての備蓄を収容設備に格納してある。突然暴発などしないようにな。兵を配備して出入りも制御している。同様の措置を取るよう進める。でなければさらなる犠牲が。ティラン補給部長、以上。補給部長だ。基地の中にブレイズの備蓄がある。それを破壊すれば勝てるな。大爆発を起こせる。じゃあ話していきましょう。見つけたぞ。残りの奴らは鉄の広場で野営をしている。聞いたことあるか？奴らね。鉄の広場は悪魔の悲しみの遺跡にある。あそこは禁忌の大地だ。大長老に面会を求め特例を申し立ててみる。そんな時間はない。流血は流血を呼ぶと言うだろう。呪われているなら復讐で浄化すればいいじゃないか。なんて罰当たりな。お願いだ団長、禁忌を破るんだ。悪魔の悲しみは呪われし大地だ。だが天命の使者の祝福が守ってくれるやも。では偵察隊を送ろう。部隊を赤の小玉の崖に集結させて、そこから攻撃を仕掛ける。いい計画だな。後で。さあ後でということで、でどうすればいい？だいぶ回復薬使わされるんだな。ちょっと待ってね。クエストでメニューを開く。ああ、同じになりましたね。まあ、仇討ちからやりますか。仇討ちというか、敵討ちね。で、結構遠いな、また。この辺からはもうある程度強化していかないときついかもしんねえな。回復薬とか誰か持ってねえかな。シャードばっかり持ってんだ。まあ、シャードは欲しいんだけど。で、ちょっとごめんね。アイテム、所持品で報酬箱。回復薬は1個使えるか。使っちまうか。ちょっと待ってね。回復薬1個使って、所持品のこれをゲットして、資源も、もう70個持てるようになったんで、だいぶ余裕がある感じですん で、スキルは1しかねえから。まあまあまあ、じゃあ、とりあえず、ちょっとごめん。またマップ見て。遠いな。遠いんだよな、これ。遠すぎんだろ。これの前に、じゃあ、逆に言うと、これの方が近いのかな？あ、こっちの方が近いな。ごめん、こっち先やるか。まずこっちにじゃあ、行ってみましょう。敵討ちの前に近い方から行きたいと思います。これ、ここを降りれば、あれかな？戻れんのかな？よいしょ。シュルルン、シュルルン、シュルルン、シュルルン。で、ストライダーを呼んで、あ、近くにいねえな。やられたか、ストライダー、もしかして。これって何マークなの？びっくりマークは。あ、近くの敵を呼べるってやつかな、これもしかして。イノシシ君の声だよね。まあなんか、オーバーライドしますか、近場のね。あ、でも 400m か。まあ走っていける距離っちゃ走っていける距離だな。ちょっと待てよ。鳥を叩く。イノシシもいる。よし、オッケー。鳥は？よし。アイテムをゲットして。イノシシ君、結構野生動物いますね。これはありがたい。ありがたい。ダッシュすれば意外と間に合って叩けるんだけど、姿が見えない。待てい、イノシシ待てい。よいしょ、よいしょ。はい、ゲット。さあ、この辺は敵が出そうな予感の音がしますが、なんだこれ。貴重な資源。あ、ウォッチャーがやられてんのか。ちょい待ち。なんでこんなとこでウォッチャーやられてんの？で、動物の類。
すぐ止むとは思ってた。そうね。残り 300m、 スライディングで降りてあの狐を叩くか。狐かこれ、アライグマか、どっちだろう。切る、よいしょ、外す、よいしょ、 OK。 待って、もしかして山賊だ。やべ、山賊はめんどくせえ。うっ、危ない。こいつらと戦うつもりはねえけど、通りたいならあれか、戦わねえとダメかな。他に行ける道は、ちょっと待ってね。あー、上からも行けるけど、どうすかな。山賊叩く、ちょっとしゃがんで、ほとぼり冷めるまで待とう。あ、またずっとも行けるか。こんな感じで山賊いるんだね。で、これはなんかすげえレアもんがあるぞ、きっと。いにしえの残骸、古い器。やっと。何、やっと？ドローンポップ。さあ、走っていっております、走っていっております。機械の類はいませんね。ソートゥースとかはあれかな、背後から忍び寄れんのかね。これまた橋ねえの、ここ渡るしかねえか。ジャンプ、よし。人がいる、誰だろう。ん、反応がない。あの子だ。どうした。毎日大いなる母に祈りを捧げてるよ。君は。たまにね。じゃあ行きます。これ行くと何があるんだっけ、それも覚えてねえんだけど。ちょっと待ってね、マップ確認。ああ、これちょっと待って、回んないとダメだ。左からか、左から。ルートがちょっと分かりにくいんでね。こっちから、まあ、なんだ、ストライダーいるかい。あ、いたわ。オーバーライドしちゃうか。ちょっと待ってね、こっそり行って。なオーバーライド要員でしょこれ、多分ここにいるのは。あっちだな、オーバーライドするなら。ちょいとお待ちよ。オーバーライド、ちょっと見えづらいねこれ。はい、ドン、オッケー、オーバーライドしました。まあ、あいつは私のものですと。まあ、こっから出た後だね、使うとしたらね。さーて、目的地でマレアと話すんですね。そう、マレアでした、マレア。母の頂か。どこにいんのマレア。サイドクエストもいっぱいありますんで、まあいいか、サイドは。どこ、これだ。さあ、こっち。見張りより大変な仕事もある。マレア。見張りから話を聞いた。ここに死者が来るってね。マレアか。メリディアへの道を探している。カージャの首都の。ここから西に行けばいい。西かい。たどり着く前に兵士に止められるだろうけど。どうだかな。いい、西に行くにはカージャの要塞を通らなければいけないのよ。どうやら聖地が汚れに侵されるのを恐れてカージャが門を閉ざしたらしいって話よ。マガツキを片付ければ通してくれるのか。多分ね。でも義勇団は手を貸せない。助けはいらない。まさか一人で片付けるつもり。腕がいいんだ。その言葉が本当ならいいけど。本当本当。汚れとは。汚れはどこまで広がってる。谷の入り口で機械を見かけたわ。南にもマガツキがいるって噂を聞いたわよ。汚れにやられるのは機械だけじゃない。人の皮膚もただれ病を起こすわ。マガツキに弱点はあるのか。どうも普通の機械より火を嫌うようね。不幸中の幸い。この呪いを解けるのは神だけね。誰かが原因を突き止めない限りな。長老たちがお告げを。神に祈って戦い続けるしかない。
さあではカージャの砦も、待って他の部族。この場所は聖なる地の境界を守っている。よそ者も来るだろう。ええ、もちろん村の中にはいないけど谷の先にはいるわ。戦が終わり彼らも谷に入れるようになった。商売する人も中にはいる。ここはいわゆる中間地点ね。聖地でも外国でもない。狩人の集会所に行ってみるといいわ。集会所、粗末な小屋の塊みたいなものだけど通過地点として使われてるの。メリディアについても何か聞けるかもな。さあそろそろ行かないと。そろそろ行く。分かった。気をつけてアーロイ。探し物が見つかるといいわね。探し物ね。さあサイドクエストがあるんですが、まあそれはこれとして置いておきますんで、汚れ地帯レベル15、これが目的地。なんか目的地いっぱい出てんだけど何これ。待ってね、クエストを見てみましょう。汚れ地帯を浄化するか。あーどうする、敵討ちを先にやるか。いやでも近場的にもうこっち行っちゃうか。難しかだって。難しいねこれ。こんだけ離れてるとややこしいんだよね。まあファストトラベルがあるといえばあるんで使えばいいんだけど、まあいいや、汚れ地帯にじゃ浄化していきましょう。いい部品を手に入れたんだ。もうちょっとやっていきますよ。でどっちから行けばいいの。たとえ好奇心が見よう。せっかくストライダーをお仲間にしたんですがね、まあ、サイドクエストとかガンガンやっていけばレベルも上がるんで、そうすれば楽になるはずなんで。赤の小玉で、これは焚き火ですね。よいしょ、クイックセーブ OK。 さあガンガンやってまいりましょう。ストライダーはここまで来るのかな、呼べば。でもまあ近いんで、これ崖になってんのか。あ、違うよね。ちょっとごめんね。狩人の集会所、ここも汚れになってるらしいと。いますね汚れ。ちょっとバレるわこれ。危ねえ危ねえ。背の高い葉っぱがねえな。うわ汚れてる汚れてる。あれもかい、あれは汚れてねえか。ちょ、ゾッゾッゾッと敵が来る。全員倒せばいいのか。ハイライトして、ちょっと待ってね。あいつ目はそんな良くないのか。気づいてないね。どうすかな、炎の矢にしてみるか。じゃあ隠れられるとこはねえんだよな。あった、隠れられるとこあったわ。やべバレる。あの機械、煙みたいに汚れが立ち上ってる。そうね、始末するか。汚れ地帯を浄化するに範囲内のマガツキを全て倒さなければいけない。ちょっとサイレントストライク、ちょっとドクリソウ。待ってね、うっ、ドクリドクリ。やべバレた。うっ、待って、よっよっと、危ない。うっ、ていよいしょ、オッケー。やっぱ強いね。ちょっと待ってね、よいしょ。倒れた、倒れないね。よいしょ、オッケー。うわドクル、よいしょ、来たな。ちょっと待ってね、危ない。よっ、顔面シュート、避けて強攻撃、よいしょ、強攻撃、強攻撃。あ痛い、あ死ぬ、危ねえ。回復間に合った、強いな。ちょっと待ってね、よいしょ、まだやれない、避けて、よいしょ。ちょっと汚れやばいですね。回復アイテム作んないとまずいかも。よいしょ、で汚れはやりましたと。もう一匹倒したの私回収してないのなかったっけ。ちょっと待ってね、スキャンスキャン、あれかあれだ。じゃあゲットして、身軽でいないとね。あら、なんだ取れなかった。
金属を蝕んでるみたいだ。ああ、入手できないんだ。機械を狂わせて。はい、ちょっとごめんなさいね。所持品で、特殊アイテムじゃなくて改造アイテムがいっぱいか。割と珍しいをシャードに変えちゃえばいいか。汚れ耐性、衣、射撃耐性、これとかはいいか。汚れ耐性上げた方がいいかもしんないな。ちょっと待ってね。汚れコイル、衣服、これで、違うな、アイテム作成で改造で汚れ耐性ちょっと上げますね。これよし。で、いつか役に立つかも。なんか取った。あ、しまった。捨てたやつを取ったのか。あれ、これシャードに変えるってあったよね。シャードに変えるは、あ、分解か。丸ボタンだった。ごめん。丸ボタン分解だから、まあでももう分解しちゃおう。火炎耐性、この上のが同じか。火炎コイル、霊気コイル、霊気コイル、これは、操作性コイル。操作性コイルの意味がよくわかんないんだけどね。破砕コイル 10%13%7% と、まあこんなもんか。で、ごめん、アイテム作成で回復薬をちょっと作ります。よし、 OK。 では次の場所だな。ごめんね。マップ確認して、オッケー、ストライダー呼んでみっか。来るか分かんないけど。あ、呼べないね。別のを取ってくるか、それとも。ちょっと待ってね、下にいたよね。機械、これ。グレイザーも多分、うまいことやれば。ちょっと待ってね。グレイザーって何やってんだあれ。音立てないで。そう、オーバーライドできるはず。こっそり近づきますよ。ザス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 って。あれ、オーバーライドってないぞ。なんでだろう。ちょっと待ってね。あ、まだあれか。これができてないからか。ハイライト、ごめん、ちょっと待って、隠れる。隠れる場所。よし。このチェックが済んでないからかな。めっちゃ知見だけど、めっちゃ知見だけど、バレてんのこれ。サイレントストライク。よいしょ。待ってね。グレイザーを調べる。オーバーライドの方法は何をやんないとできないんだ。まだスキルが足んないのかな、もしかして。泣いてますね。やば。めっちゃ見られてると思うんだけど。サイレン、でも倒すしかねえか。ごめんね、まだちょっとわからんわ。一回スキル確認してみるか。あっちの奥にもいいんだけど、ちょっとスキル確認。スキル、オーバーライドできる機体が増えるとかそういうのはねえな。うん、なんだろう、オーバーライド知識みたいな、なんかあんのかなと思ったんだけど。機械一覧、グレイザー、何かきっかけはあんだろうな。あ、待って、オーバーライドロックって書いてある。あ、何機か倒せばあれか、習得されんのかな。なんかオーバーライド習得済み、ソートゥースも習得済みってなってるから、もうちょっと倒してみるか。あれもそうだよね。あれはどっち向いてんだ。
もうちょっと倒してみます。10体ぐらい倒せばもしかしたらこいつについて知識がついてどうのこうのかもしれん。これは苦いけど役に立つ。苦いけど役に立つ。ちょっと回復しますか。じゃあごめん、やっぱ目的地まではダッシュですね。体育会系でいきたいと思います。あ、キツネかな。キツネ、ごめん。よいしょ、回収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 。うん、いっぱいいるね、あっち。待ってね、この鳥、鳥を叩く。外しちゃ、よいしょ、この高低差でよし、七面鳥は美味しいよ多分。それかあれか、オーバーライドもしかしたらレベルも関係してるかもね。バレるか、こっち見ないで。まあ、走っていきます。あれ、そういえば待ってね、あ、こいつらも乗れんのかな、これ。ウォッチャー、あ、違うな、ブロードヘッド、ブロードヘッド、ウォッチャーだよね。ちょっと待ってね、危ねえな、これバレそう。ウォッチャーウォッチャー、探索中探索中、サイレントストライク。ウォッチャーは乗れないみたいだね。ちょっと待ってね、ウォッチャーを、やべ、こっち来る。弓矢でやっちゃいますか。他にいる、ウォッチャー。これウォッチャーか、ブロードヘッド。あれ、ブロードヘッドっちゅうのは、ごめんね、もう一回。ノート確認、機械一覧、ブロードヘッド、あー、あれか、あの鹿だな。あれ、オーバーライド習得済みになったわ。オーバーライドできるようになりました。ではしてみましょう。良さそうだ。やべ、バレる。オーバーライドしちゃうぞ。どうしよう、どっちがいいかな。こっち時間かかるかな。あ、でもバレそうだな、こいつがいい。ちょっとこいつをオーバーライドしてみますね。オーバーライド、はい、よいしょ。で乗って、よし、じゃあ目的地まで一目散に行きますよ。で、目的地どこだっけ。あっちだ。ずさん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 と、確認です。もうちょっとまっすぐ行って右か、ルート的には。ん？この谷を、ちょっと待ってね、ちょっと水のとこ行ってもらって。よし、戻っていった。なんだこいつら、敵か。おらよっと、よいしょ、おらおらよっとちょっと待ってね、よいしょ、こいつも、よいしょ、あれ、後ろ、山賊め、なんか、やべ、ソークス、いって、待って、やっとくよ、よいしょ。おー、いっぱいいるいっぱいいる、やばいかも。うっ、ちょっと待ってね、痛い、外した、よいしょ、ダウンして、よいしょ、回復やる、よっ、ダウンしろ、で、よいしょ、オッケー。こいつ大丈夫だよね、もうまだオーバーライド状態。あんな感じでやられちゃうんだろうな、仲間にしたやつもね。で、盗賊たちも、あれ、盗賊たちどこ行った、倒したの。回復アイテム持ってると思うんだけど、持ってねえな。まあ盗賊だから回復なんかもう考えずに、なんか変なの持ってた。よいしょ、やっぱ修理できるスキル取った方がいいかもしんねえな。
待ってね、スクラッパーを調べる。これは山賊の一味調べる。これ回復薬じゃない？違うね。あ、汚れはあっちにいるな。じゃあごめん、ちょっと降りて、ちょっと待っててね。あっちなのだが、ランスホーン、また違うのがいるね。で、ウォッチャー。遮蔽物がねえのが嫌だ。あっちの奥は隠れられるか。ちょっと待ってね。走って、気づかれる。飛び込む。オーバーライドできるかも。うん、オーバーライドできるかもしんないけど、あれ、ソートゥースよね。違う、スクラッパーだ。汚れはどこにいる？もっと奥だ。なんかいろいろ見つかりそうなんだけど。どうしよう、ちょっと待ってね。これはもらっておこう。もらっておこう。こっそりこっそり。あいつにバレると面倒だから、よいしょ。さあ移動しましょう。こっそり行って、まあしゃがんでれば意外とウォッチャーじゃなければ気づかれないし、ソートゥースがいるね。ソートゥースの目がいいかもしれんから。いや、抜けねえといけねえんだな、でもこのソートゥース地帯。やべ、気づかれるかな。まあ、多少のソートゥースぐらいならなんとかなるんだが、隠れられるあれがねえんだ。あ、待てよ、でもいいんだな、道このままで。ソートゥースを無視していこう。まあ、汚れ浄化したらうまいことファストトラベル使って戻っちゃいますかね。さあここですよ。いますかね。汚れてますね。汚れウォッチャー。汚れウォッチャーは一発でやれんのかな。炎の矢にして、ん、あれはスクラッパーだもんね。汚れウォッチャー動きがやだな。ドンパチやっちゃった方がいいかな。ちょっと待ってね。汚れたウォッチャーども、汚れたウォッチャーども、やるぜ。よいしょ、ういよし、ダウンした。よいしょ、ちょっと待ってね。ういよいしょ、オッケー、ダウンして。危ない。ダウン後は追い打ちで避けて、よいしょ、やる。よいしょ、壊れた、まだ。よいしょ、危ねえ。よいしょ、あ、避けて、もう一発。痛い、攻撃力高。よいしょ、回復アイテム割り当てて避けて強攻撃でクリティカルヒット。さあ来い、強攻撃、エンドン、エンドン、エンドン、終わり。オッケー。マガツキはできるだけ倒したんだ。これでカージャの砦を抜けられるといいんだけど。あ、これで抜けられるってこと？ちょっと待ってね、マップ確認。あ、そういうことか。行っちまうか。行って終わりにしますか、今回。で、まあ次回にしますか、こっちあたりは。野良族の敵討ちね。ちょっといろいろややこしくはなっちゃいますが。マガツキをやりましたということで。ちょっと回復アイテムが欲しいな、もっと。あ、いっぱい持ってたんだい。これ、左上の緑ゲージ、あれだな、2倍なら2倍になってて欲しいな、かける2とかなんか分かるように。分かるようになってたかな。ここの集落はもう誰もいねえんだな。よいしょ。アイテムを回収して。あれはいるね。これ回復かい？回復ですね。あ、
ごめん、左上あれだね、プラスマーク出てたね。プラスマークが1個、ゲージ溜まってるよってことですね。で、こっちでございます。で、カージャの要塞っていうとこ向かってんだもんね。だ、違う部族がいるはず。もう見えてきましたね、あれでしょ多分。鳥で待ってね。あ、違う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 、待ってね。弓矢は普通のにして、えい、よし。キツネちゃんを買って、あら、クエスト開始野良族の敵討ちになってんだ。なんでここ近くねえでしょ、だって。ごめんなさいね、クエストメイン、門前の使者でいいんだけど。もう一個あるよって注意を促してくれたのかな、もしかして。なんか燃えてんな、あっち。よいしょ。煙に赤いボロ切れ、悪の渇きと同じだな。悪の渇きと同じ。いやー、これなんかほんとなんだろうね、まがまがしい。何がくっついてんだこれ、カラースプレーか。でもよいしょ、いろいろアイテムを取って、そっか、汚れ耐性とか上げて戦えばよかったのか、ごめんね。所持品で薬、耐火、耐冷、あ、でも汚れ耐性を上げる薬は、あ、あったわ。 100% の汚れ耐性を60秒付与する、これ使えばよかった。毒るんだよね。ここで雪に会うとはな。そうね、ここも寒い寒いなんだね。寒い寒い。薬ポーチもちょっと容量上限上げるか。アイテム作成で容量で薬ポーチ、増やせますね。ちょっと1個増やします。シャードも結構溜まってたわ。これで薬、あれ、薬ポーチがいっぱいになってるな。あ、薬ポーチってもしかしてあれか、ごめんね、こっちのことか。この薬回復薬が、あ、6個持てるようになったってことか。しまったきっと役に立つ。葉っぱアイテムの方が増えんのかなと思ったら、ね、攻撃されている。あららら ら, ら、あ、いるね、またあれ。引き返すんだ、こら来たな、こいつらは危険だぞ。知ってるよ、ビンも撃つな、お前は。よいしょよいしょよいしょ、あら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 、よいしょ、ちょっと待ってね、危ない危ない。うっ、よいしょ、ちょっと待って、回復。あ、やべやべ、本逃げた。で、まずあっち、あ、おお、ちょうど薬ポーチあげといてよかったな。よいしょよいしょ、避けて、こいつだけか。あとこいつだけならさ、光の矢、光の矢じゃねえや、炎の矢にして。違う、まだいる。ソートゥース、ソートゥース、ちょ、危ない、うん、危ない。よいしょ、避けて回復します。やってくれるじゃん、えい、やってくれるじゃん、えい。動き止まんねえな。本当は罠張った方がいいんだろうけど。叩く、よいしょ、うつうつ。弱点はキャニスターなんだろうけどさ、キャニスターでいいんだっけ、あの上のね、プロペラントタンクみたいな、なんかすげえやばいな、ハメ技みたいなのやってるよ。いいよ、外した、避けて、よいしょ。炎の矢をめっちゃ使わされる。いいよ、よし、普通の矢に変えよう。避けて、よっよっ、もうちょいでやれそう。ちょ、またハメ技食らう。逃げたか、逃げるのがうまいんだね。よっ、うわ、危ない。よいしょ、格闘で決める、痛い。よいしょ、 OK。 今日と雪に耐
らを照らしたのだ。そうなのだ。私が来る前から晴れてたけどな。ちょっとアイテム回収しましょうか。ソートゥースもいたよね。ソートゥース倒したのはこっちの方か。ソートゥース。お前、あ、違う、スクラッパーだった。来るんだ。助けてやったのにその言い方。それで門を開けてはくれないのか。聞こえただろう、門を開けろ。それとバラン隊長に報告しとけ。どこへ行くつもりだ。西だ、メリディアンへ。さあ、メリディアンに行きたいけど、その前に捕まりそう。そうやすやすと渡れるものじゃないぞ。バラン隊長と話してみるんだな。最近メリディアンから派遣された。もし会いたいなら砦の左のバルコニーに行ってみろ。そうか、どうも。どうも。感謝するのはこっちの方さ。機械を倒してくれた。お前に光あれ。私に光あれ。トロフィーゲット。え、遠くね。左にいるって。1800m。 ちょっと待ってね。あ、やば、これ次回だな。いや、そんなことねえよね。待ってね、クエスト確認でメリディアンに行く。メリディアンがだから多分さっき千何百メートル先だったんだな。だよね。もう一回ちょっとあの人と話してみる。太陽の街、クエストメニューを開く。左の砦にいる人とちょっと話してみろって言われたから。あ、ファストトラベル、ちょっとクイックセーブ。ちょっと待ってくださいね。左の砦、あそこにいんのかな。こっち誰か。青いマーカーはまたあれか、ちょっと違うクエストがあるのか。あそこには面倒なことしかない。そうなん。これ、あ、ラヌークの商人か。問題を話していたな。声でかかったか。ロングレックの爆音で耳が遠くなっちまったんだろうな。まあ言ってた通りさ、狭間から戻ったとこだ。こっちの方がいいものあされるし、儲けも大きい。そこにはなかったみたいだな。新種の機械やら話す魂やらで泣きわめいてるうちは、凍った財布の紐は緩まねえだろうな。交易のない交易ルートなんざ、そんなのただの道だ。交易ルート。交易ルートだって。バヌークは交易しないと思ってた。言っても俺たちオセラムとバヌークは隣人だからな。間に山があっても大したことじゃない。あそこにいる何人かの知り合いはまだ氷の中を漁ろうとしてんだが、何も出やしねえとぼやいてるよ。妙な信仰があって暴れ回る機械がいれば当然だ。機械と魂。その新種の機械と魂ってなんだ。正直よく知らねえんだ。頻繁に葬式をしてたくらいだ。関わらない方がいい類のもんだろう。そうとも思わないけど。まあ俺くらいの年になれば三王国でちまちまあさり歩く方を選ぶだろうよ。暖かいしな。はい、さようなら。機械に話す魂か。面白そうだ。思った通りだ。見りゃわかる。後悔したって知らねえぞ。北東の山々を抜ける細道があるんだ。そう、弔いの穴の先にある。すぐにわかるさ。山を越えたところに町みたいなもんがある。そこでお前の考えも変わるかもな。それはどうかな。情報ありがとう。情報ありがとうね。いてついた大地。あ、これあれじゃない、普通にDLC コンテンツだね、多分。まあ、私はもう全部入りのやつになってるんで、あれなんですけど、多分ね。汚れ地帯、あ、違う。サイド、凍てついた大地。ああ、やっぱレベル30だもんね。アーロイを狭間として知られるバヌークの土地に向けて北へと向かう。まあ、これは今後やるかどうかはちょっと、また考えていきますね。まあ、とりあえずクリアしないとね。でメイン、太陽の街。これだな。でもこれやってから太陽の街行きたいよね。まあまあまあ、もしかしたらあの動画外で私この道中、まあ目的地まで行かないにしても遠いな、おい。この辺多分焚き火とかあのファストトラベルポイント出ると思うんで、そこは開放しておこうかなと思います。で、まあ、こっちの方もね、この辺の、なんかマップちょっと開けるようにしておいて、次回、こう、この辺から簡単に行けるように。
ファストトラベルでしたいと思います。じゃあ今回以上にしますかね。なんか話せって言われた人いたような気がするんだけど、いないもんね。誰もいないよね。これ商人だね。ちょっと待ってね。取引、なんか武器ねえかな。ラトラー、あー、カージャ族の狩人の弓、あー強いのかなこれ。ちょっとね、攻撃力とかあんまり味方がわかんねえんだけど、槍ってねえのかな。シャドウ族、これでもレアモンだな。非常に希少だから多分強いんだな。金稼ぐか。で防具、まあ、防具とかもね、買わないとなんか厳しくなってきそうな予感ですね、これ。この辺すごいね、なんかもう部族を超えてるな。資源、薬、報酬の、無料、無料の箱だけもらっときます。あれ、この辺ももしかして無料でもらえるのか。カージャ族教会弓の箱。もらっとくか。ちょっと待ってね。もらう。無料のもんは全部もらう。特殊改造アイテムの箱、これは一応交換だね。地図、ああ地図、バヌークの像、荒い地図か。あー、なんか珍しいアイテムが見つかるのか。じゃあちょっと待ってね。ちょっと箱だけ開けましょう。開けまーす、ゲット、開けまーす。お、強化弓、嵐の戦士、これありがたいよね。開拓者の服、そうかそうか。じゃあ武器を今装備してんのってどれだい。これか、カージャ族だよね。何が違うのこれ。まあ私強化アイテムつけてるから、これ普通の矢弾が多分19っていうのが攻撃力になってるのかな。んでハートじゃねえや、シールドが割れてるのが25って出てっけど、ちょっとこの辺も見方ちょっと私ちょっとお勉強しときますわ。じゃないとわからんね。はい、というわけで、じゃあすいません、今回以上にしたいと思います。汚れ地帯ね。じゃあ次回はとりあえず、まあサイドクエストなんか私ちょっとちょろちょろやって、まあ全部はやらないとは思うんだけど、やっておいて、次回まずこっちからですね、こっちのメインを野良族の敵討ちやって、まあ片付くようだったら片付けて、でその後メリディアンの方に向かっていきたいと思います。遠いよね、太陽の町ね。でまだまだ上もあるからね。あ、こっちの方凍てついた大地、あ、これが多分その新しいコンテンツだから、まあこれは後々ね、やるかやらないかは別としてと。はい、というわけで、じゃあ以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。